はは。い、さんんこにちインパルス療法師協会代表の寺です。今日施術をしている中で患者様がですねあのウォーキングを機能したら今日すんごく楽に起きれたんですよって言ってね喜んで教えてくれたんですねで私これすごく大事なことやと思ってるんでおすすめしているというかその成功体験というか何かを自分で行動をしてその結果まあ血行が良くなってるんですけど楽になったということをですねもう分かりきってる時っていうか必ず起こるっていう時に わざとやってほしいんですよね例えば施術終わった後とかすごく血行が良くなっているので例えばそのあと足首をこう動かしていつも動かしてって言うんですけども特にね施術終わった後すごく柔らかいいい状態になって,て結血行もよくなっているんでその時に動かしてみてそしたら足先ポカポカするからね言ってるんですね風呂上がりとか温まっている時に動かしてその時ポカポカするから これってやりやすい時にやってもらってるんですけどもそのことによって自分の起こした行動で結婚が良くなったとか楽になったっていう体験をねしてもらうことで自分の中で自分の行動で、まあ、ったスイッチを押せるとね楽になるスイッチがあったとしたらそこを押したら本当に結婚良くなってとねでももし結婚が良くなるスイッチを自分で押せるんやったら自分のこれからの人生ね疲れてるところとか痛めてるところを回復させていけれるわけです。 だからそのようなまあ整合体験特にね、あのー、ガチガチの時に肩とか腰こうやって動かして楽になるのってすごく難しいじゃないですか。ね苦労多いよりも初めには楽な時、ね、効率いい時にその体験を動かしたことで楽になるっていう体験をすることで自分でそのスイッチを押せるようになっていきますん、ね、でちょっと騙されたと思ってですねあのまずは。 治療を受けた後とかね、楽な時、お風呂上がりとか楽な時に自分の体を動かしてね、楽な状態、より楽になることを体験してみてください。以上になります。あの評価とかコメントよろしくお願いいたします。